ロシアプーチン大統領の支持率、ウクライナ危機をきっかけに急上昇。ロシアの独立系世論調査機関レバダセンターが4月30日に発表した調査結果で、プーチン氏の4月の支持率は 82% となり、ウクライナ南部クリミア半島の合併宣言で11ポイント急上昇した3月よりさらに2ポイント上昇しました。国際社会の非難をよそに、プーチン氏が強硬路線を続ける背景には、高揚した愛国心を求心力維持に利用する思惑があると見られています。ロシアにとってはそうなんでしょうけど、今ウクライナ東部がもう泥沼になっちゃってますね。それまずこの世論調査結果ですけども、レバダセンターっていう言葉が出てきたら注意しないといけないんです、っていうのは正確だってことなんです。正確。ユーリー・レバダさんっていう人は、私もモスクワでとってもお世話になったんだけども、ソ連時代の末期に共産党に抵抗して本当の世論調査をやるっていうことをやったら、すごい勇気のある改革家の人で、プーチン政権になったからもこの亡くなったんですけどね、レバダさんの流れを組む人たちっていうのは、政権に左右されないで本当の世論調査をやると、だからここで出てくる世論調査っていうのは水増しがないんですよね。いわゆる真水なわけですね。真水なんです。だからここのところだとプーチン支持率はいつもすごく低く出るんです、要するに政権側の世論調査だと高く出るのに対して、ここの世論調査で 82% だっていうんで、私はこれは大変なことになってると、ほぼ全員が熱狂的に支持してるっていう雰囲気ですよ、皮膚感覚では。今ウクライナに対してこう、もう要するに国境のところにはロシア軍がいますよね。行ってまえって感じになってるんですか。やってないんですよ。例えば OSCE の監視団を捕まえたりしてるでしょ、あれはプロの目から見るとロシアの秘密警察やロシア軍が関与してない何よりの証拠なんです。これ国際監視団のメンバーを今拘束しているというのは、これロシアの力じゃないということですか。ロシア人が、ロシアのプロが関与してれば、そういう稚拙なことは絶対しません、国際的なルールに反してロシアを不利にすることはしない、だからあれはロシアの迷惑だなと思うぐらいの超ロシアファンクラブができてるわけですよ、東ウクライナの東部と南部に、それはどうしてかというと、今のウクライナの政権というのが、前にもこの番組で申し上げましたように、ウクライナ民族至上主義で一部にネオナチを含んでると、こんな連中が来たら大変だということで占拠したと、そしたら今度はウクライナの特殊部隊が来て、ロシア系ウクライナ国籍なんだけどもロシア語喋る人たちを何人か殺すと、そしたらこっちをやったろうじゃないかと、こういうふうになってると、ロシアはその状況のところで秘密警察は送るんだけど様子を見たりだけなんですね、ロシアが本格的に手を入れたら、これはウクライナの秘密警察が軍隊なんて、これボーイスカートみたいなもんですから、あっという間にあの辺の状況変わっちゃいますよ。ところがアメリカにはその辺が見えないわけなんです。 OSCE の代表団が捕まったら、こんなのロシアの秘密警察がやってるに決まってると、こういうふうに見えちゃうんですね。この辺のギャップです。これもアメリカだって CIA とか NSA、なんですっけ、 FBI ではないですけども、NSC です、 実を言うね、ここのとこの経緯ってアメリカの情勢分析って本当大したことない。高校生の夏休みの宿題レポートみたいなものばっかり出てるのは、それはどうしてかというと、東西冷戦が終わったところで、まずロシア専門家っていうものがあんまり出世コースじゃなくなったわけですね。その後2001年の 9.11 でイスラム専門家とアラブの専門家とペルシャの専門家入れるでしょ、その分全部ロシア専門家リストラしたんですよ。そしたら率直に言うけども、だから二軍じゃなくて三軍みたいなのしか残ってないわけですよ。そういう人たちに分析メモを書かせると、情勢が悪ければ悪いほど自分の仕事が来ますからね、それで大変なことになってるっていう、こういうレポート書くと、それがそのまま政策になっちゃってるんですね。アメリカのロシアの諜報機関、ロシア向けの諜報機関の劣化が、これこういうことになってる可能性がある。いや、これはもう明らかにそうと見てます。例えば4月号のフォーリンアフェアーズレポート、日本語のを見ても、ラドガース大学のアレクサンダー・モティルさんっていう人が、論文書いてますけどね、その人はプーチンがウクライナに攻めていくのは、これはもう当然の計画だと、そこまではわかるとしても、プーチンの野望はリスボンまで侵略することだと。そう結構有名になっちゃいますよね。スペインじゃない、ポルトガルまで行くのかい。ポルトガルまで行くと、これを本気で思ってるわけですから。
それあのフォーリンアフェアスレポート、あれアメリカのあれですね、これ外交評議会とくっついてるジョージ・ケラーの作ったすごい権威のあるところで政策に影響を与える論文ですよ、うん、その論文を書いてる人は本気でポルトガルまでロシアは占領してユーラシアの帝国を作ると、うん、プーチンの野望はそこまであるから今止めないといけないと本気で書いてるわけですよ、うん、これは明らかに私から見ると病的な症状、そうすると安倍政権というのはなかなかこの辺はバランスを取れて、うん大変ですねとか言いながら全然アメリカと一緒に制裁に入らないで、まずアメリカが制裁を決めてカーッとすると、ヨーロッパが嫌だなと思いながらいやいや後ろについていくと、それから1日か2日あの遅れて口先だけで何か言うっていう、こういう感じで全くやる気ないですよね。で今回もヨーロッパ回ってると何やってるかと本気と見てるんですよね、各国の、はいはい、それどうもその時の発信を見るとですね、だん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 やる気が失せてきてると、それドイツあたりもやっぱりねと日本と結構波長が合ってる感じがするんですよね。なんかメルケルさんと安倍さんの会話っていうのは非常にこう協調的だったっていう、そう、うん、だからちょっとあんまりめんどくさいことやめやん、でもオバマさんカーッとしてるからさ折り合いつけてとかこういう雰囲気になってるわけですよ。それはプーチンさんのそういう動きは見てますよね、よくわかってる、うん、そういう感じになってるから、うん、なかなか日露関係をこの状態においてうまくいってると、うん、ただあんまりうまくいきすぎるとですね日本もロシアと一緒な変な国と思われますからね、うん、ただ安倍政権が一番いいところっていうのはウクライナの今の政権がひどいんだってことが分かってることですよ、うん、これやはり八地正太郎さん、あの NSC の、はい、あの彼であるとか、あるいはこの佐伯明隆さん、うん、あるいは評論家でね三宅邦彦さんという人いるでしょ、はいはい、あのこの人は総理の友達ですよね、元あの外交官出身で、この人あたりが産経新聞のワールドウォッチに帰ったんでも気をつけないと欧州情勢は複雑回帰だからねと、ドイツとロシアが秘密条約かなんか結んでウクライナ干渉地帯にするかもしれないよなんてことこの前帰ったけども、よーく分かってる人が総理の周辺にいるから、ロシア政策ウクライナ政策は結構丸だと私見てるんですね今の政権の。